どうも、エルザです。それでは、2を2やっていきたいと思います。前回に続きですね、レベル65ということなんで、まあ、大丈夫だと思うんだけど、行っていきたいと思います。信長は立て直した軍勢を率いてすでにこの江に向かわれた。浅井朝倉と雌雄を決するおつもりだ。この江と越前を、馳せた兵となると、あの大軍だが、信長様も援軍に徳川勢を呼び出せたらしい。おー、ここで徳川出てくるか。おー。小針の東にある三河の大名でな、信長さんにとって信頼できる名優だ。こいつはでっかい戦になるぞ。よし、俺たちも陣に加わろう。秀の氏。水か。姉川を浅井や朝倉の地で染めよ。うわー、もうあやかしだらけじゃねえか。放て。今回も荒れそうだね。シルブラ押し返せ。やばそうなのいた。さあやっていきますか。かはっはっはっ。まあ刀なんだけどね。やばそうなやつやな。よし、行きますか。お、ムミオちゃん。あやかしがいついでに一緒に行ってあげる。やったね。俺は助かる。特にはこれ以上はないかな。アイテム発見。当たるかな。さあ、まあムミオちゃんいるからね。やっぱ一人いると楽だね。そう、アムリタゲットして回復するのは結構ありがたいかもしれない。違う、こっちだね。あ、戦っておくか。70でしょ。痛い。落ちこないかな。はい、特に何もせずとも。特にだったね。
いないか。お、犬こすり？な、鳴き声がしたが。あ、いたいたいた。いた。なんでここいるの？意外とこの辺りいたんだね。それは上がれない。こっちは特になし。あった、いた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 。手伝ってね。誰だ、誰が気づいた今の。僕か。すねこすりが強い。ほんと優秀だよね。かま、かっこいいね、やっぱかまね。ちょっと待った。おじぎ。ふざけてないで、さっさと行って。あら、違かったかな。あら、これじゃない。何だったっけ。何かで話しかけたらだった記憶はあるんだけど。はいはい。これね。結果ね、結果ね。んで、56ね。木霊感知やっと出たね。こいつを倒して、やめてくれ、その動きやめてくれ。めっちゃ上から、めっちゃ上から。相打ちね。何がある？そこ。
はい、回復。90はやばい。いやー、90はすごいね。いい武器。73。あ、腰は微妙。胴なしの頭が、あー、微妙やったね。弓が強化できた。60か。まあ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 、よしとしましょうかね。こっちは？いるね。いやー、小玉反応めっちゃ楽じゃん。下道。あ、じゃあ上は常闇張らせるだけか。なんかいいアイテム出るかな。まあ二人出してちょっと行った方が。反対向くか。意外と。ほう。おお、いたか上。そうなると。痛いね。ハンドエアロ。やべラグイン。当たらないか。それはそれで非常に困ったな。
のはありがたいけどね。だっけない、ちょっと物足りないわね。いやそんなことないですよ。おい帰る帰る。さて、感じだね。あ、まあまあまあ、しゃあないか。で、アイテム取って、49。わあ、すげえ。逆に要素のレベルで来たね。危ない危ない。これ上いるけど。おい、まあそうなるよね。77で、こっちはねちょっとリベンジでいきますか。よし、うん、そんないいのはもらえなかった感じだね。いい感じ。よし、行こう。こっちでいいのかな？下でね。なんか来そうだね。そうというか、いたね。危なっ。この橋も倒れるわけにはいかない。うん、こんなはずは。こっちこっち、おーっこっち。崩れようと、この先は決して通さぬ。
95下がる。支援が入ったか。まあいいや。崖っぷちね。アイテム何ももらえないんだよな。よし。とりあえず。ちょっと当たり判定が怪しい。13万9000。いやー、これは持って帰りたい。いないね。ワイズミか。2等だね。私は裏から回り込む。あなたは先に行って。おーい。なあ、ここでお別れと。さあ、準備が整ったけど。忍者スキル、ちょっと、ある程度鍛えていこっかね。刀もまだいいかな。76。あー、刀欲しいな。アイテム型だけか。カバニグレってことはこの辺りで、いるね。ぐるーって回っていけそうな感じか。絶対見えてると思うんだって。見えてると思うんだけどさ。意外とバレてないっていうね。不思議な感じになっちゃったね。おう。ああ、ぐるーって回ってね。
まあ、そういうこと。痛いって普通にしくったな武士。いや戦か戦ダメージ、あーそういうことか、防御力が極端に減ってるからか。あそこは、あー外からだね。さっきはよくもやってくれたね。あの大立ち使い、大立ち使い、これで決まり。刀が来たね。刀刀。あー弱い。弱かったか。68か。こっちに行くと。あー進める感じではあるんだね。これをよし、これで貫通したね。まあ近くにいるはずなんだけどね。73。この辺りかな。よし、さあ帰れ帰れ。柵があるから無理だわね。ぐるって回るしかないね。反対側も行きたいけどね。
なんか上にいたね。ろくろ、ろくろはあかん。からね、このタイミングで来るか。ってことはさらに上にいるか、強いのがね。さあ一体誰かな。あんまり見たくないやつだったな。切れば相手にしたくない相手やね。ひるみのポイントはねあるんだけど、ハハ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 ハ。さっきの深き闇も霊石の影響じゃろう。用心せねばの。そうか、まあ、用心していこっかね。ん、おっ、いていていて、てめえ、さらによし攻め方よね。あっち行けばなんかありそうだね。さあ開けて、下にいるね。ちょっと調べるよ。ねえねえ、ぐるーっていくと、まあ倒してくださいと言わんばかりの、おい、ねえ、降りることは可能。降りたはいいがなんだけど、よくバレなかったな今。ここを通るこのバガラ
旗本が断じて許さぬ。絵が早いね。はい、手前じゃ。もはやここまでか。何をしようと戦の行方は変わらぬぞ。いやいやいや、ちゃんと勝ちますからね。ほい。で、あとは、まさかね、軽くボス的なのがいると思わなかったな。さ、上行きたいな。さあ開いて、でさらに開こう。あー、これで、おお、びっくりした。さあ話が進むみたいな感じか。いや、意外と当たんないんだよね。さあ、来な。はい、帰る帰る。ブシューさん、落ちたな。で、これは？抜くなよ。よし、いいコンボ決まった。いやー、理想としては今の流れなんだけどな。はいはいはい、来た来た来た。そうだ、これをまず取りに行きたかったんだよ。忍者の威発とかね、意外と出てくるからね。で、あっちに行くには、そうだね、こっち、話が進むからこう行って、上がって、外側からだね。まだこっちで行ってないところ、落ちたらダメだな。ない、これ開けれるだけだよね。よしよし、ボス戦やったら辛いなと思って。んで、あー、ここに繋がる。意外と入り組んでたんだね、ここはね。そっちの方行くか。こっちを上がると、そこ通ってきた。なんかこっちか。まあ後ろから行ったらわかんないよね。はい。目の前で嫌われ
わかっていけるわけね。威力が落ちたって感じか。よし、とりあえず、まず弓ちょっとダメージ落ちたね。あの野郎、あの野郎許さん。色がね、妖刀って感じだね、この刀は。かっちょいいな。83。83。いやー、ちょっとやっちゃったがいいだろうな。
回避行動もできなかったね。さあ抜けて、まあ、駆け抜けたら意外と大丈夫そうな感じだね。誰君、的なものがガンガン出てくるのか。84。そうだね、先に最後ちょっとこの84の人倒そうかな。落とすだけでほんと変わるね。守護大名、こっちにしよっか。ねえ、こっちも守護大、腕は、こういい感じだけどなかなかの、軽さやね。いけるって感じか。なんか今真正面にすごいねいたよね。赤でダメだったってことか。なんだあいつ。やつら尋常ではない。これはたとえ忠勝様と言えど。おお、なんだあいつ。しかも意外と、痛い、3回目。
なんだこいつ。あとでちょっと調べてみるか。強いのには変わりはなかったけどね。77。少し冷えるとは思ったが、まさか凍っておるとは。本当だね。天井に季節外れの雪、たやすく通してはもらえそうにないの。いやそうだね、たやすくは通してはもらえなさそうだね。うぃあ、これで削れるだけ削って、この刀めっちゃ手に入るな。さて、なんかこの辺りに隠れてるようだけど、下かな、いや上か、意外と上っぽいな。まあいいや、行こう。子はいねえかってことは生ハゲか。あ、当たんね。ふう。来ないわね。あ、しかもやつがボスではなかったか。さあちょっとついてきてもらおう。
どこだ問題児は。ここじゃない。意外とちょっとずつ回復する。よし、これで OK。 意外と邪魔してくるんだね。さあ、開けちゃっていって、さあ、これでちょっとは楽になる。猫すりが2体。さあ、レアアイテムは何がもらえるかな。上か、上っぽいね。回復したいね。いるの、生ハゲさん。タイミングが。とりあえずこれでいくか。あー、生ハゲマジです。ハゲさん倒してここ抜けてこれるって感じか。どうする？ウィー、やっぱいいね。マジで。もうやっぱ重くなるね。ハンデやろ。
発が痛えな。ここまで来るとさすがにね。そう、あーこの先はって感じか。よし行こう。半蔵殿、ここはそれがしに任せ。殿承知。おー半蔵出たね。つーか、はあマジか。うお衝撃波やっべえな。今のダメ。ダメだ。いやー回復切れたかな。一発入んないね。かあ。すげえ。いや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 、ちょい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 投げ技注意したいね。
これこれかい。もう一発少なくてもいいね。判定ですね。やば。さあどう聞きます？いやほぼ覚醒したまんまじゃん。やーばい。今のラッキーだ。手をね狙っていながら、さあ、いやー速攻で砕かれた。
ばー今の。わあ、燃えろ。危ない。いや、食らってる。よっしゃ、いった。よし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 。拳銃装備はこいつだったんだな。危なかった。あそこでやられたくはないからね。さあ、特にはないかな。大丈夫か？貴殿の助太刀、感謝いたす。この恩、必ずや我が部で報いよう。本当か？ありがとう。我らを討ち取っ、我ら。さあ。あれ？でも、やっぱ話し終わってからかな？先へ進む。さあ、ミッション終了。いやー、強かったー。普通にボス。てか、途中の生ハゲもえぐいね。いや。じゃあ、我らの大勝利だということで。いやー、でも次、カチューの翼か。こちらだね。多分、このショー終わるのか、上映編終わるのかな。まあまあまあ、一応、そうだね。様子見ながらかなと思うけど、まあ、レベルはまあ相変わらず上がらんね。ああ、そんなにやっぱアイテムも手に入ってなかったか。はい、ということで、今回はここまでにしたいなと思います。まあ、次回うまくいけば、終わるんじゃないかな。暗影編か。暗影編終わるんじゃないかなと思いますんで、また次回楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。